ベアリングのせいじゃないの、こう、あ、30だから見えねえか。ほらさっきのさ、銀色のあれ6部こうあるの分かる、ちょっと穴から見えるかもしれないけど、これずっと固定してる、今レバーロックオンね、オフにすると一緒に回るの、ほら銀色が。動画でちょっと分かりづれえか、 30fps じゃ分かりづれえな。今止め、今ロックね、ロックだから今左下にあるか、これにあるでしょ今、ここね、ここにある、オンにすると一緒に回るんだよね。だからオフの状態しかさっきのあの完全あの箱は回らないって感じです。はい、ちょっとね穴の部分、穴の部分が下だね、この白い部分をはめるとき、でこのピンを刺して最後にバネを入れると、バネがねまた硬いんですよ、硬い。前のゴムの方が俺は好きだったね。はい、ロック完了です。で、持ち主は左利きだったからあれ逆に回さなきゃいけないけど、あ、完成じゃね、全然完成じゃね、あとレバーとドラグだね。だね、余った部品はゼロです、ゼロでございます。まあこれ、ここはねもう分解するほどでもないんだよね、 ここ分解するだけ、この中にデスピナーはどうかな、ベアリング入ってるのかな、こんな感じで、ね、ハンドルの中、この中はもうそのビールのグレードによって違うので、あ、こっちカラーだね、こっちカラー白いカラーね、あ、全部カラーだとカラーだった、デスピナーは全部カラー、両方ともカラーでした。これ辺は洗って、そのまま、直すだけですね。はい、ということでもうカットしましたけど、ハンドルはね、メンテナンス終了でございます。もうね、まあ映すほどのことじゃないよね、って感じですね。まあ、正直に今リールがグリスだらけです、食べたのグリスだらけ。これはまあパーツクリーナーで後から、はい、そしてね、最後、まあこれ完成じゃないですよ、あとドラグね、ドラグはこのあれ刺した状態ね、要はリールにつけた状態で、蓋を開けます、開けますと、こんな状態ね。まあ分解することでもないのかな、これ。うん、このね今こうクイックイックイックイってなってるバネみたい、これを取ります。怪しいのはここだね、
これね、こういうバネがあるのでバネを取りますと。で外し方はこうやって外すみたいな。分かったかな。ベドンとで抜くと、はい、これでね、洗浄していきます。でこの中ってほとんど手入らないんで、どうやって洗浄するかっていうと、ブレーキパーツクリーナーをまず溜める、引きながら溜めると。でもう一番手っ取り早いのはこれでエアダスターをピュッて拭くと。蓋には拭けるんだけどね。それなりには手が入る、それなり手が入るっていうか爪楊枝的なあれが入るんだけど、限度があるので、まああらかたでかいの飛んだかなって感じっていうか、まだ一番下にワッシャーっていうかあれがあるな、ベルトがもう一個ある。こうやってふきふきすると、はい、そんな感じで、まああらかた、あらかたっていうか、まあ普通に綺麗になりました。ちょっと上が、綺麗になりました、ピカピカね。はい、この世代からは一応フェルトなあれになってるんだね。カーボンワッシャーじゃないんだ。はい、こんな感じでね、カーボンワッシャーではなくなってますね。知らなかった。はい、まあこんな感じでね、もうグリスを完全に、取っていきます。あんまりグリスの滑りが良くないっていう話なんでね。
全部ね、綺麗に拭き通り終わりました。これで残ってないはずです、ないはずです、はい、そして、使うグリスはこちらです。シマノのディスクドラグウブグリス、DG09 でございます。シマノのね、純正ドラッググリスとしては多分これしかないはずなんだよね。うん、色からして見た感じおそらくね一緒のものかな今全部拭き取ったけどおそらくね一緒のものだと思う。これ減らない、減らないんだよね、他のと違ってそもそも使う分が少ねえから。はい、もうこれもね綺麗に一回洗って散布して、散布散布散布っていうか塗っていきます。純正だとね結構バリッと塗ってた感じだよね、湿らせるぐらい。また手ベチャっとなるじゃんみたいな。どんぐらい塗ればいいのかな、純正最初から塗ってた分だと、あのね、普通の今までカーボンワッシャーだったからいいけど、こう今塗ってますけど結構あの染み、このフェルトに染み込むほどっていうレベルだったよね、さっき。多分ね全く一緒ですわ、なんか 色がね、なんかちょっと若干肌色っぽかった。これ塗らなくていいか、一応塗っとくか。へえ、変わったんだね、カーボンワッシャーではなくなったんだ。はい、ベタッとベタッと塗ります。うん、前のカーボンワッシャーが悪いわけじゃないけど、あのカーボンワッシャーはね滑り始めが悪いですね。俺あんまり使わねえちゃ使わねえけど、滑り始めがね悪いんですよ。でもともとねフェルト系は普通のリールではフェルト系のドラグなんですけども、あのなぜかレバーだけ、あのカーボンワッシャーは今使ってこのフェルトワッシャーじゃなくてカーボンワッシャーを使ってたんですよ前はね。1個前のテクニウム、今のテクニは知らないけど、1個前は少なくともカーボンワッシャーなんですよ。うん、グリスの感じがもろ一緒ですね、もろ一緒。もう手にべっちゃべちゃついてるから、ベトベトなんだ。はい、ちょんまげ。はいはい、なかなか入らない。ちょっと一回出すか。はい、ちょっと順番が間違ってたね。あのこの高さがあるやつ、座金ってかな。あのこれ高さあるやつが下なんだね。なんかね、高さが物理的に合わない。ちょっともう今ね、眠てんで、寝ぼけてたんだろうね。おかしいなぁって、でも、あれ見たんだ。展開図を見てね、あ、そういうことかと。そういうことですかと。もう一回塗り直すか。展開図見て、あっ。フェルトにも十分染み込んでんだけど、いや物理的にね絶対高さがおかしいんだけどって思ってたら、あ、なるほどと。真ん中がこのなんていうのかな、くぼみのあるワッシャーね。そうそうそう、あ、寝ぼけてたわ、完全寝ぼけてたわ。
言うと十分、染みてきたね。おかしいな、なんか寝ぼけてたんだろうな。で最後はもうかぶせるだけと。入った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 わ。高さの順番が違うとね、このなんて外側の黄色の溝っていうかな、さっきあのコード細い一周一周って返してるあの溝で全然高さ上がっちゃって、え意味が分かんねえと思って頭ぼけてたわ完全に。でねここにね細い線があるんですよ。このね細い線にこのピンをね入れる。よく見たらねちょっとこれじゃ見えづらいかってとこなんだけど、もうだいたいこの高さのとこに必ず合うようになってます。ここの今語っていたここの部分ね、こっちかこの部分に溝っぽくぽくなってるね。ぽくこんな感じで、これは簡単に入ります。入ってるね、下には抜けるんだけど上には上がらないみたいな感じ、こう細い線っていうかなんかそんな感じだね。はい、この状態に、このねもう一回通しただからあれだけど、こう本当はねこう回しながらずれてるんでね、こうやって入れて、あと蓋なんか汚ねえな蓋っていうかキャップっていうか、これも洗ってやるか。洗ってやろう。ホットトギス。実はこれもそんなに綺麗にすることないんだよね。基本ここゴムのとこなんで、とりあえず一回汚いっていうか古いあのグリスをとりあえずね、拭き取ってやると。こういう隙間にねあるとりあえずこう拭き取ってやって、もちろん、塗ってやるといった感じですね。ここ水が浸入しないようにって感じだから、そもそもが、水の浸入防止って感じです。よっしゃシャッシャッシャ、もう手がベッドベトなんだよ。おいい感じになったんじゃないかな。あと調整幅が広いね。コンパクトタイプってワッシャーが1枚しか入ってないから、調整幅がすごく狭い上にドラグ力も弱いんだけど、これやっぱさっきみたいに、何枚も入ってるので相当ガチガチにも締めれるし、相当ガッチガチだな。そう、まあちょっとこうやって負荷をかけてやって、ドラグのねグリスをなじましてやると、
ドラグ多分、多分違う、確かちょっと固めって言ってたんで、かなり固めまでいけますね。こんなったらもう相当 3号でも出らんやろっちゅう家庭けど、はい、大丈夫なようです。うん、しっとり感いいね。うん、いいんじゃないでしょうか。うん、いおお、いいね、いいっす。はい、逆回転も OK、 ブレーキも効きます、バッチリ。あと部品としてはこれか、これ頼むかどうか分かんないけどね、このカム部分と、ブレーキシューを注文すればバッチリかな。まあ、ここはから本人に聞いてるんだからけど、ブレーキシューはね、もうパパパッと3分あったらできるから、そんな感じです。はい、これにてね、この、BBX デスピナ 2500DXG の、フルオーバーホールを、終了いたします。いやー疲れたね。いやガチ疲れた。あの動画撮りながらいろいろやってるとね、すげえ時間かかりました。すげえ時間かかった。動画撮らなかったら多分ね、もっとっていうかだいぶ早いんだけど、うん、あいいね。ベアリングもしっかりグリスが効いてる、あのしっとり感があるっていうのかな、回した時に、預かった時はね、やっぱベアリングの中にグリスがもうグリスもオイルすらも全然ないような状況をやったんで、なんだろう、こう回した感じのこう何て言うの、冷たい感じっていうの、なんていうのかな、なんかこうグリスのぬるっとした感じっていうのかな、シマノが独特のね、だいぶ難しいのはシャラッとした感じ、あの軽い感じっていうのかな、シマノはこのしっとりした感じが、売りなのかちょっと分かんないけど、まあその感じがね、戻った気がします。まあ、ただちょっとね、あのベアリングのとこに、オイルを挿しているので、もう最初から、もうちょっと馴染んだような感じになっております、最初からね。実際はグリスだけだとちょっと、まだ重たいはずなんですけど、もうあれで少しね、若干だけ柔らかくしてるんで、もう馴染んだように、もうめっちゃ快適に軽いっす。はい、そんな感じで、やっと終わりました。まあ完璧じゃないけどね、これからまたあの、アルコールティッシュとかでちょっと拭いてベトベタ感は取らなきゃいけないんだけど、はい、ね、なんとかね、これにて何時間かったかな、だいぶかかったけど、終了いたします。はい、今回もね、長い間ご視聴ありがとうございました。無事に終了いたしました。ゴリ感もなくしっとり感がいい感じで、うん、途中一回バラしたからね、バラしてちょっとグリスをもう一回ちょっといろいろ塗り直したりしたんで、またやっぱちょっと時間かかっちゃうんだけど、はい、いい感じで終わりました。はい、なんか見てるけど疲れた。はい、まあ、そんな感じで、ご視聴ありがとうございました。またね、次回、もうオーバーホール次決まってるやつがあるので、それを次やりたいと思います。ではね、じゃあね。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。